あ、はい、ミスった。はい、こんにちは、ソルウィンです。いきましょい。スクスト2というわけで、スクールガールストライカーズ2の実況をしていきたいと思います。というわけで、ログインボーナス171日目からです。ちょっとね、あれですよ。タイムアウトして戻ってきたら、こうなりました。はい。あざーす。いただきます。あ、そうそう、それで。はい。最初はね、多分モルガナさん以外は。ね、っていうわけで。でですね、そう。さようかな、というわけで。まだね、声がちょっとガラついてますが、若干多分風邪気味なんでしょうね。で、特訓イベントが始まってるんですよ。で、そのイベントのやつとか見てないんで、見ましょうか。巻きできますか？最近ね、高速モードがデフォすぎて、ちょっとあれですけどね。まあ、それはそれってこと。今回も、あれですね。今回、どっちかで今回もというか、まあでも前回も結局したんですけど、まあ、特訓期間中は、あれですね。フィーバータイムですね。フィーバータイム依存でやっていきたいと思ってるんで、フィーバータイムが来るか来ないか、それによって、全然、どのぐらいやるか、やり込むかが変わってくるといったところでございます。というわけで、とりあえず、まあ、ストーリーを読みますか。ストーリーを解放して。サッカー2018編ですね。開始から。早い。気持ちのいいぐらい早い。あ、なんか鳴ってる。2018年6月某日、保健体育委員会の3人、灰島かがり、白根葉月、栗本遥香が、特別の特訓メニューを提案するために会議を始めたが。おぉ。なんか必殺技を打ってるかのような。4年ぶりなんか本当に初期の頃のイベントがあったってことなのかな。あれ、スクソって4周年だもんね、確かね。おぉ。それはそれでどうなの？病気かなみたいになっちゃうけど。あ、でも結構似合いますね、この格好ね。うん。ストライカーズ。うん。そういうチームありそうだよ。マカロさん、無論だ。似合うな。サッカーユニフォームめっちゃ似合うな。ロッティも意外と似合ってるぞ。なるほど。サッカーは確かにチームワークだよね。ワンマンだとね、良くないからね。いいですね。というわけで。あ、ミネルちゃんもいる。かわいい。ミネルちゃん、その格好以外してないのかな。着替えてほしい気もするけど、まあ、その格好はその格好で、なんかかわいいっていうね。ほう、ティエラ先生も、選手だ。あ、めっちゃ似合ってる。ほうほうほう。なるほど、なるほど。強そうですね、このチームは。モルガナさん浮いてません？なるほど。ちゃんと、あ、すごい、ポジショニングがある。おもろいな。シャドウストライカーに。343のダイヤモンド型。私、サッカーゲームもうずっとやってないけど、結構昔はサッカーゲーム好きでいろいろやってたんですよね。まあ、主にラフプレイ、ゲフンメインでしたが。いかにファウルを取られないかというラフプレイを目指してましたね。ゲフン。ポジション何が好きだったかな。だから、なんか、343、結構これは無難だよね。多分ディフェンス2とかにしてたよね。どうやっけ、すげえ、フォワードメインだった気がする。おう。ロッキー。地震か？気のせいかな？なんか揺れてんな、地震だ。いいですね、この地。
アーニャさんがね、キーパーですか。あ、そういえば向こうのチームのキーパー誰だった 4-4-2 これかな、私が好きなフォーメーション。あ、逆か、フォワードが2人だもんね。ディフェンスが4、ミッドフィルダーが4。逆かな、だから2-2-4-4とかだったのが私が好きだった。うん、高まる興奮と盛り上がる声援の中、第一試合開始。初戦ゆえか、双方とも様子見でゲームが進んでいく。赤組は赤からのゲームメイクの下で、ツバメやリョーカの堅実なプレーを展開。白組はシャルロッテ、しおり、楓が指示する計算高いボール回しで相手を自由にさせない。0対0のまま終わろうとした試合の均衡を破ったのは、おほう赤組の強力ノーエルとフィーがなぜか同時に中央へ飛び出し、息ぴったりのシュートを見せる。稲妻イレブンみたいだ。変則回転のかかった強烈なシュートが守護神ターニャを吹き飛ばし、赤組ゴール。会場は盛り上がるが、なんとノーエルとフィーが掴み合いの喧嘩を開始。シュートを決めたのがどちらか争っている模様。チームワークを大切にしてください。騒動を収拾したのはリノダマのレフェリーのレッドカード。ノエルとフェイ痛恨の退場。ヘデルのルールでは今日の試合にも出られない。大ピンチだぞ。ザーミピッチに鳴り響く試合終了のフェイ。第1試合赤組が1点リードでということですね。困惑の幕切りを乗り越えて第2試合、赤組に白組とスタメンを変更して挑む。まあ、まだね、入れ替えメンバーがねいるからね。おもろいなこれ。普通にサッカーゲーム感があっていいな。キーパーが青井さんか。これなるほど。赤組はウィングのフォワードを、野森選手と田中選手に交代。新生両翼の立ち回りに要注目だ。体力温存のためか、ミッドフィルダーやディフェンスのコーブの一部を変更。攻めの鍵は高峰だったっけ。赤ら、まあ赤ちゃんだね。日野宮3選手の中央トップラインだろう。第2試合も赤組は制するか。ちょいちょい入れ替えてる。白組のフォワード変更してきた。いっぱいでも落とせない第2試合。槍沼選手と京橋選手で勝ちに来たと思われると。イオちゃんの方が強そうだね。ミッドフィルダーは神崎選手を佐島選手、エレミンドは鉄壁の指選手を投入。この手堅い布陣からどんな戦術が飛び出すのか。第2試合キックオフ。ユーミがトリッキーなドリブルで切り込むも、アコにボールを奪われてしまった。アコはホタルとワンツーパースをしつつ、アコは蹴上がりサーチコへつなぐ。サーチコは優位とユーミナのタックルをかわしながらアクロバティックなセンタリングを放つ。激しい。シャーロッツさんにも失点はさせない。聞き迫るターニャのセービングが赤組の猛攻を全て弾き返す。赤組に疲れが見え始めたのは司令とシャーロッツは見逃さない。ターニャ近いボールを投げるです。フリーの近いターニャの弾丸スローイングが通る。白組のカウンターは近くのハズキへ。ハズキからアーマネへ流れるようなパスワーク。赤組の守備は豪邸で届かない。ここまでは予想通り、あとはフォワード任せたですよ。ゴールを向いたアーマネの前にモルガナたちが座る。アーマネは一瞬唇を尖らせてからボールを横へ蹴り出した。そこにはアーマネさん、ナイスパス。ストライカーイオが走り込んでいた。近くにいるディフェンダーはサトカだけ。こう、あれは厳しい。サトカちゃん動かないでしょ。よくメンバーに入ってんだ。ゴールキーパー青井がアーマネからイオへと体の向きを変えるが、反応間に合うか。おお、あ、これは通ったのか。一瞬ナイスセーブに見えたが、青井から一番遠いゴールマウスの隅を狙った強烈で正確無比なボレーシュート。しまった、無念。指先をかわすめたボールがゴールネットを激しく揺らす。白組待望の1点。おお、並んだよ。熱い試合ですね。以降は一進一退の攻防が続き、そのまま第2試合終了。さとかちゃん、なんとかしてくれないかな、どっかで。活躍するの見たみたいな気がする。紅白白組の、紅白じゃねえや。赤組白組の対抗じゃなかった対戦成績が一勝一敗となって迎える最終戦第3試合。両チームとも勝つために再びスタメンを見直す。あ、さとかちゃん抜けちゃった。赤組は攻撃メンバーに変更なし。疲労が見られるが大丈夫か。ノエルとフェイリオ選手の出場禁止が停滞。ミッドフィルダーには長身の小田切選手と意外性の化身、桃川選手を投入。
ディフェンダーは俊足鉄壁やつの3人で強固な防衛ラインを構成、最終戦はバランスの取れた布陣だ。白組フォワードは初戦同様 BFF コンビ。 BFF ってなんだ、 BFF 言葉が出た。息の合った攻めが期待される、ミッドフィルダーラインも頭脳派揃えに回帰、中盤は戦略で抑え込むはずだ。やるときはやってくれる青い選手を投入し再度強化。足技随一の香川里選手はここ一番の切り札なんだろう。うん、確かに。第3試合、これまでにない乱戦、戦力が拮抗し双方点を取れないまま試合は後半残り10分足らずにまでもつれ込んでいた。早い僕がやらないと勝機を切り開いてみせる。満期の隙間は見せてみろです。迎え撃ち策はまだまだ残してるですよ。お、実況カガルちゃんが切り込んでいく。対して白組は手厚く、手厚くじゃない、手堅く囲みません。ちょっと待って、狭めていきましゅう。もう動きが高速モードで見たら失敗かこれ。何が何だかわけがわからないよ。死んだけど笑けてきそうだ。おお、アカルちゃんのパースコースを振り切ってからイーツミちゃん渾身のスライディングもシュー。何やられた、クリアに成功。ボールは高く高く舞い上がりました。上はこれパスパス。おお、なんと白組フォワードへのロングパスになってもシュー。千載一遇のカウンターチャンス。パタ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 、どうなっているんだひなちゃん。ひな、いいとこにいる。おっと、マギさんが立ち塞がっていく。おっと、ここはまさかのオーバーヘッド。見よう見まね、竜追戦。違う、ひなちゃんのオーバーヘッド、これは決まるもしか。おお、ポスト、惜しくもポストの上もし、葵ちゃん冷静見送る。冷静ゴールキック。だがその前に疲れの目立つ両チームとも選手答えつけました。お、イサギさん。赤組はモルガナちゃんをイサギちゃんに交代。もう自分たちお互いもシュー。おっと、カワギさんも入ってきたよ。白組はモニカちゃんを騒げて切り札登場。変幻自在の足技が披露されるもしかねえ。さあ、葵ちゃんのゴールキックから試合再開もシュー。ロングフー、高いゴールキックもして、その着地じゃない着弾地点にいるのはパタ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 サッカーボールに見えるに早すぎて。ナイスパース、トルちゃん。さあ、これアデミラのホットライン。赤組、攻撃の起点になるもしか。おっと、かがりさん、見せつけていく。ああ、かがりちゃんのインターセプトもシュー。早速暴れ始める。白組切り札にして、包帯委員長。早い、早いもシュー。バタ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 。ジグザグにうなぐ動きながら、赤組攻略突進していくもシュー。バタ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 。おっと。おっと、真っ先にチェックいったのは双子の姉イサギちゃんもシュー。知り尽くしているとは。さすがに様と。お、これはダバ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 あー、これは決まってしまうか。かがりちゃんそのままにロールシュートへ。あー、熊の弾丸が赤組ごとしを強襲したもシュー。おっと、あーっと、シュートコースに先生が飛び込んでインモッシュ。いや、ポンコツでしょ。絶対ポンコツだから。いや、わかんない。顔面ブロックあるかもしれない。石坂くん。あれ石坂くんだっけ、もうだいぶ記憶がないだ。ハンド、ははハンドでは、これは。先生の手に当たったように見えてます。つまり、これは、鳴り響き声するハンドのファウルを取られてます。先生、さすがポンコツ。先生、ドンマイです。うん、でも1点入らない可能性がある。ここでもしかしたらね。おお、みんな優しいぞ。素晴らしい。泣いている先生どういう絵だこれは。うん、和やかに試合再開。カガリのフリーキックの攻めは赤組決勝の守りを崩すことはできない。赤組は赤のドリブルで活路を求めるが、死など氷が2人がかりで世話を止める。ルーズボールを笹が拾う。笹の怪しいドリブルをなぜか誰も止められない。笹のふわふわループシュートがゴールキーパーターニャの頭上を超えるが、ターニャの背後まで走り込んだローシャロッティが顔面でブロックして擦り切った。痛くもかゆくもねえです。石坂くん、石坂くんだってたっけ。顔面ブロック。攻めては守り、守っては攻め。仲間とのサッカーを心から楽しんでるうちにやがて集中の時間がやってきた。お、引き分け。
赤軍と白軍の激戦は引き分けで幕を下ろすことになった。てかかなり長かったな、ボリューム満点だぜこれ。テイラ先生頑張ったね、ナイスファイト。おお、ミレルちゃんいいですね。燃え尽きるほどヒートじゃない、サッカーにかけくれたとは、特訓で燃えたりろ、特訓スタート。今回通常ルールでの開催というわけでね、はい、とにかく対戦をするのみ。特攻メモ感もあったりするよ。デンジャラスロンとね、ノエルさんとね、ランキング方式。サッカーユニフォームがゲットできるよ。レフリーウェアもあるよ。そして今月はパワーアップした特訓応援ガチャが、こちらですね、ステップアップ5連ガチャです。ございますね。聞けますね、いずれかのおまけは必ず当たるよ。さらに5段階でおまけ内容が豪華になっていくよ。やってます。ステラコインに余裕のあることはぜひぜひ。いや、素晴らしいでございますね。初回はなんと300ステラコインでございますよ。2回目は600コイン。となってきます。3回目。は900ステラコイン、4回目1200、そしてラストが1500コイン、5回目以降ってなってあります。というわけでね、ステラコインに余力のある方は、経済力に余力のある方はぜひぜひという感じでございます。というわけで思った以上に長くなったんで今回はこのぐらいにしておきますか。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。